い、ということで、はい、ちょっとロケ終わったところなんですけれども ね、はい、ね、今回なんと、はい、あのギャル霊媒師でおなじみのゆい先生に、はい、コラボが実現しました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もうすごかった、ね。ありがとうございましたとかっていうのがちょっと変な感じだと思うんですけども、この後に ね、明後日かなぐらいですか、ぐらいに動画が出るんですけれども、うん、はい、今回ちょっと乃木病院が、はい、ちょっとね、ただただ怖い場所じゃなかったっていうことを、ちょっとこれはね、ちょっと垣間見えてしまって、なんかいつものロケとは全く違う様相のね。これが掃除だっつうんだよ、だから、ね、俺が全部の何になってたの、なんかいや年上ですから一番、あ、僕が最年長ですからね。いやだから俺に押し付けられてもな、もともとねあんま掃除できない人たちだったから、ね、そういうメンバーが集まっちゃったんで、たまたまサトシが入ってちょっと良くなったかなと思って、ね、確かにまたねすごいで、サトシの言ってることとまたリンクみたいなあったりとかね、すごかったです、すごい。で今回なんでこんなコラボが実現したかっていうことなんですけれども、ちょっとあの僕たちに霊的ななんか影響がありますよっていうご連絡いただいたじゃないですか、はい、そもそもね、それがちょっと何なのかっていうのめっちゃ気になってまして、そうだよね、なんかもう明らかに皆さんが弱っていらっしゃったというか、え、あの隙が生まれている、要はお家で言ったら鍵も開いててちょっと玄関も隙間が空いてて中覗けるぐらいの状態になってたので、守る人がいるようでいなかったんですよ。はあ、この状態が揃うと一番怖いのが連鎖するんですよ、はいはいはい、誰かについても全員が守りきれないぐらい弱ってるんで連鎖するんですよ、うん、それでよく言う、多分聞いたことあると思うんですけど、 ある心霊スポットにグループさん、うん、YouTuber の方でグループさんで行かれた方が、一人何かあったら次に誰かが事故、また次に誰かが事故、はい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 、次に誰かが入院とか、そういうのがちょっと続くような連鎖するっていうちょっと危険性ですね。ただ取り付いてるならまだ正直可愛いんですよ。なるほど、連鎖するっていうのは期間が長いんですよ。なんで一瞬で取れるものではなく、そういうことをよく言う八方下がりとか、厄年かねみたいな、お仕事にも影響するような状況になってたんで、お、ちょっとこれはこのまま行き過ぎたらやばいなと思ったんで、それ今もう今の現状がもうそういうってことですよね。最初にお会いした時に、はいはいはい、もうあ大丈夫かなって、結構スレスレというか、それ どういうのが原因なんでしょうか。多分あの霊はいなかったんで、皆さん見た時、あ、はいはい、単純にあの最初にもお伝えした吸い上げやすい体質の方もいれば、感情移入しやすい方、あ、でやっぱりそれがずっと終わったね、仕事だからもう忘れようじゃなく、脳に焼き付いてしまう方、うん、まあ、情緒がちょっとこう揺さぶれ、うん、れやすい方っていうのは、いろんなものも吸収しやすいんです。そこの場のよどんだ気もですし、ですし霊ももちろんですし、あとはやっぱそこでなんか感じ取れた人の気だったり、まあ、邪念とかもそうですよね。そういうのも持って帰ってしまったり、ちょっといろんなタイプの吸収しやすい感じの体質の方が揃ってたんで、なるほど、あ、これは大丈夫かなと思いつつ、まあ、一緒にこうこうやって一緒にいてくだされば、何かがあった時にさっきみたいにこうお祓いできるじゃないですか。あ、はいはいはい、それと同時にやっぱりその瞬間に戻って取れるってこともできますし、うん、はい、で一緒に極陽を回ったことによって、感謝の霊が、霊からですね、自分たちをよく思ってくれる霊が増える分、助けてくれたり、お、今ね本当にすがすがしい気持ちなんですよね、うん、そうですよね、なんかそう取れてるんで、清らかな気持ちというか、そういう風になってますよ。いやー、本当にあのスポットの回り方だったり、うん、そういうものも勉強になりました、うん、本当に確かにね、いやすごいちょっと清らかな気持ちになるっていう、本当にこれが本当にね目指すべきところだっていうことだよね、求められてたところなんかね、これがね本当のところは、ね、いや本当すごいロケでしたし、うん、すごかった。今後そのメンバーで言ったら誰気をつけた方がいいよとかあります？確かに、そうですね、皆さん結構ポイントポイントで、うん、あ、今この方がちょっと感じやすいな、この方が
今ちょっと通じやすいなっていうのがみんな結構それぞれ出てたんで、どちらかといったら誰がっていうよりは皆さんがポイントで変わるんで、みんなが気をつけた方がいいなっていうのを感じましたね。なるほどですね、はい、その時々で違うんですね。これちょっとね本当にね絶対無理ですけど、うん、皆さん一回一緒に回ってほしい。確かにちょっと全て概念が変わるよな。なんかこういうなんか本当にそのね、もうロケ見てもらって分かるんですけども、うん、その視野が広がるとか、はい、ああいう感覚がちょっと僕もうまざまざと、ね、もう受けたので。全部腑に落ちてってことでしょ、うん、だってね全てが本当に何か廃墟ですけど本当に綺麗な空気感に包まれた雰囲気はありましたね。そうなんですよね。すごかった。ちょっとその見栄えとのミスマッチ感すごかったですよね。ありました、すごかったです。俺最後のあの本当に、まあ、女性のあったじゃないですか、はいはい、あの部屋の感じ、うん、映像でどう映ってるかめっちゃ楽しみです。確かにね。あ、そうですね。本当に明かりちょっと増やしたってくらい、うん、みたいな ね, そうですよね。体感は相当すごかったけど。すごかったね。いやちょっとすごい本当先生泊まれてよかったです。とんでもないです。貴重な、ね、ご機会をいただけたからなんで。いやいやいや、こちらこそです。本当にこちらの学生物全部すごいでした。あさって、はい、しあさってくらいですかね、うん、動画アップされますので、はい、我々のチャンネルと、はい、先生のチャンネルでですね、先生チャンネルの紹介よろしいでしょうか。あ、はい、はい、あのもうそのままですね、ギャル霊媒師飯塚ゆいチャンネルで、やっておりますので、まあ、何かワードが入れば出てくると思いますので、私たちの方ではありがとうございます、中編と後編撮らせていただいてまして、はい、進むにつれてタイトルとしては、もう本当濃密です。濃密でしたね。濃密でしたね。なんか見てる方も、霊は見えなくても、ストーリーが見えてくると思うんですよね。廃墟を見ながら。確かに。そういうちょっと見応えが、あるなと私は感じてるので、ぜひちょっと前編と後編で見ていただければと思います。お願いします。皆さんご存知だと思います。ね、ギャル霊媒師の、ゆい先生。はい、本当にね、この貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。そして、オカルトスイバーズをご覧の皆さん、はい、ロケ、うん、本当にすごい、すごかった。もうこんなこと、こんなコラボが実現するかっていうコラボですので、そうありがたい話を、本当に皆さんぜひぜひね見てください。うん、そして、ギャル霊媒師チャンネルの方もですね、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでお楽しみに。ありがとうございました。